今日はスノーマンの阿部亮平についてジャーニーさんが話すみたい。私は美容院に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとゆうたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。阿部亮平が髪を黒く染めたわね。幸せな国だよね。髪を黒く染めただけでニュースになるなんて。確かにね。でもそこにはすごく深くて悲しい思いが詰まっているのよ。深く悲しい理由があろうとも、阿部は生きているんだから、それだけで大したことないよ。あ、今日は一段とひねくれているわね。何か嫌なことでもあったの？僕のことはどうでもいいよ。阿部の話を聞かせてよ。じゃあこの後ユウの話はゆっくり聞いてあげるから待っててね。この後もジャーニーさんといるのは嫌だからいいよ。もう釣れないわね。で、阿部の悲しい出来事はね、付き合っている彼女と別れたの。それだけ？クソどうでもいいよね。その彼女はロシアの方でね、日本がウクライナに支援していることが許せないって阿部と口論になったの。世界情勢と恋愛が絡まったんだ。阿部は彼女の味方だって言っても彼女は信じてくれなかったみたいなのよ。彼女はかなりヒートアップしていたんだね。結局何を言っても信じてもらえないから、日本男児に二言はないってことで髪を染めたの。それでも別れを告げられたんだね。髪を染めるくらいで自分の思いを表現したと思うなよって切れられたんだよ。でもなんでそこまで阿部は信じてもらえなかったんだろうね。阿部はロシア語も話せないし、彼女は阿部を阿部元総理とつながっていると思っていたのよ。あと彼女は日本語がわからなかったみたい。あいつ何語でコミュニケーションを取ってたんだよ。